音楽の回想岡崎健次郎「前書き後書き」き「誰か」に教わったこと今書こうとしているものは前書きなのか後書きなのかこの40年間に制作した作品を展示する機会に書くのだから。 後書きということになるかもしれない。けれど、先とか後とかは、遅かれ早かれ一方向に流れる時間に従った区分に過ぎない。作品を制作しているときにいつも自覚させられるのは、この先と後の区分、つまり通常の時間の流れが無効になってしまうような因果関係がある。 ということだった。後から来たものが先になると言われることは、作品が完成したという判断が訪れるとき、必ず自覚されることである。このあらかじめ予定されていたものの理解は、作者自身にとってさえ決まって最後にやってくる。 始めが最後から遡って把握されるプロセスは、制作過程の時間が逆さ向きに流れるような錯乱をもたらす。挙句作る前からそれがずっとそこにあったようにすら感じる時がある。これは、いわゆる後付けの理由付けと言われるものとは違う。 実際にそれは予定されていたし、その問題設定、条件である限りそうであるべきであり、そうでしかあり得ない、だから実現できたからである。だけれども、それがそうであるしかない、という自明すぎることからには、時間が存在しない。 A が A であることに時間は存在しない。故にその必然性、確実性は注目されず忘れられてしまうのである。すでにそれがある。あり得ることを知らせる合図も印も無数。頻繁に見聞きしていたはずなのに注目されず、見過ごされ。 時の流れの中で忘却されてしまうのである。従って、制作の最後に、作品が完成したと認識がなされるときには、気づいていたはずなのに応答をうまくできず怠ってしまったという介護も必ず伴う。反省を込めて言えば、自分がしたはずの約束を自ら無視して、 日々のルーティンにまみれてしまったという悔いにも近い。にもかかわらず作品は運よく完成し、かろうじて約束は守ることができた。結果として、たとえうまく実現しているように見えたとしても、実際は実行を怠り、失敗していたのだから、きっと訪れたはずの事故を、 加害が運よく避けられた。そのきっと訪れたはずの恐ろしさの方がはるかにリアルに感じられる。この恐ろしさを伴うゆえに、作品を完成したときに感じる行固そして温調の感覚は強いのである。その意味で、時間が流れることは、 時間を持たない自明な世界が崩れる可能性、その反省、後悔と決して無関係ではないだろう。八年ほど前に新しい家に引っ越してから、小さな庭というより通路に出て、庭いじりをすることが多くなる 当初は砂利だけ敷いてあった地面を少しずつ掘り起こし、草花を植え、低木を植えると、庭はだんだんと整い、夏ともなればちょっとしたジャングルのように繁茂するようになった。元より奥行きは20メートルほどはあっても、両側の家に挟まれた空間だから、どこにでも散さ々んさんと日の光が届くわけではなく、 光も湿度も土壌の pH も様々な条件が絡み合った複雑な環境にはなったそこに自分の好き勝手でいろいろな植物を片っ端から植えているだけでどの植物がどう土壌に合うかなど最初はまるで予測できなかった予測ができないのは土の質のみならず 植物たちが互いにやりとりしているがごとく、周囲の植物との関係で育ち方に大きな違いが出るからだ。同じ草木であっても、数年は元気でも突然衰弱し、今まで弱々しかった植物に交代するということがある。毎日、 庭に出て雑草取りをしているふりはしているけれど、大抵は植物の様子を観察しては、ああでもない、こうでもないとうろたえて、庭か仕込みで得た処方で地表を少しずつ掘り返しては、おっかなびっくり土壌改良などを試みたりもするけれど、ただおろおろしているだけである。が数年もすると、 庭はそれなりに成長し、今ではかなり自分の好みの庭に近づいてきた。この狭い庭に一時間いても飽きが来ないのが、その証拠だろう。おろおろしていただけなのに、庭はまるで意図したように成長してくれ、自分の求めた庭の好みが現れてくる。これも、 はじめから予定されていたことだろうか。日常の様々な営み、暮らしと芸術の制作が無縁であるはずはないけれど、日常がただのルーティン、惰性で過ごされているならば、日常生活は制作の弊害ともなる。言い換えれば、 実際の日常に現実としてはルーティンはない。そこに過ごす人間が繰り返す生活がルーティンだということである。言うまでもなく政策は、結局は身体的な行為。視覚や触覚、時に聴覚や嗅覚、味覚といった感覚、 そして、手や足他の身体を使う行為に基づいている。そして身体は決して演疫的に、つまり思う通りには働かない。それはむしろルーティンに逆らうという意味で、生産的な意味もある。身体は、身体を通して訪れる。身体自身が引き起こす反応も含めて、 無数の情報、多くは違和感を伝える媒体である。身体という媒体が伝える無数の感覚、情報、時に感情をくまなく受け取ろうとすれば、引き起こされるのは混乱であり、葛藤である。そこにルーティンはない。それを受け入れ、 何とか体制を整え応答する。サッカーになぞらえれば、いくつかのゲームプランがあり、応じた無数のパターンで練習、鍛錬を積んでいたとしても、現実の試合で要求されるのは、その場の状況に合わせてゲームプランを瞬時に組み立て直すキャパシティの広さ、柔軟性であり、判断力である。もしそれができれば、 すべての小さなチャンスは連動し、思いもかけないゲームの展開もあろう。思いもかけないとしても、そのゲームは、そこに実現されるべく多数に準備されていた、条件が整っていたから実現できたのだ。そこで必要なのは、難しく言えば、反省的判断であり、 総合的判断である。反省的判断、総合的判断とは、経験から得られた特殊で異例な情報から、未だ持っていなかった新たな判断規範を生成させることだけれど、この判断規範は、むしろすでに存在したが、 自分が無自覚だったまま従ってもいたことに後で気づくことだとも言える。制作意図が自覚されるのは、作品制作の後だといえばご都合主義にも聞こえるだろう。が実際は、初めから無自覚、無意識的であれ、それは準備され、その準備に従って行動さえしていた。あるいは、 にもかかわらずその規範を守らず、無視し、破っていたのである。それが自覚されていなかったとすれば、行動していた人間と自覚した人間は少なくとも、属す世界、社会が異なる別の人格であるとも言えよ。時間はこの複数の相入れない世界の間に生じる。 それが時を遡って把握されるのは、この時間が重ねられたトランプのカードのようにシャッフルされて、組織され直すからだとも言えるかもしれない。人間の属する社会というものは常に排他的である。たとえそれが正しい答えだとしても、別の秩序、 別の世界に属すものからのメッセージであれば、それを排除することで社会を安定させよう、同じことが反復する自明な世界、時間のない世界を作ろうと試みる。けれど実際の世界は厚みを持っていて、庭の土壌がそうなように、今表面に現れている姿形、その模様、植草 これを人の社会と考えてもいい。からはまるで想定できない、異なる時間に蓄積され、またいつか別の時間に成長し、開花するだろう種子や根が、異なる質の土壌として積層されている。その層と層の間にはまた、水やさまざまな物質が行き来し、交換し合う。 無数の回路があるのだ。すべての答えはこの回路ですでに交換されている無数の情報の中に含まれている。結局はおろおろして土壌をひっくり返していたことが良かったのだ。地面の下の見えない厚みを持った積層に知らず知らずも手を入れ、自分の感覚を少しずつ、 その中にまで延長できていたのかもしれぬ、とも思う。地表に現れた庭の姿は確かに人格になぞらえることもできる。しかしそれは表に現れた模様、姿形に過ぎない。だとすれば、その地面の下、土壌の中には、無数の別の姿がすでに積層されている。 環境の変化。気象に応じて、土壌はあたかもトランプのカードが切られるように適宜シャッフルされて、地面の上の現在の庭の模様、姿が変化していく。道後反復はそこでは生じない。こうした庭いじりが身体を伴う技術に似ているのか、庭を身体として捉えているだけなのか、 わからないけれど、肝心なのは、そこで作者は主体ではなく、聞く側に立っているということである。結局のところ庭の美しさが、地面の上に現れた模様を、姿にだけ見出されてしまうとしても、そのメッセージを理解するには、そこにメッセージを送り出しているところの土壌を少しでも知る。 とりあえずは触れてみるしかない。第二次大戦後に発見されたトマス福音書にこんな一節があった。彼らが彼に言った。あなたが誰であるかを私たちに言ってください。そうすれば私たちはあなたを信じます。 彼が彼らに言った。あなた方は天地の模様を調べる。そしてあなた方は、あなた方の面前にあるものを知らなかった。そしてあなた方は、この時、カイロスを調べることを知らない。 天や地の模様を見分けることができるものが、どうしてこの時、カイロスを見ることができないのか、という記述は、ルカの福音書に、ほぼ同様な記述はマタイの福音書にも見出せる。トマスの福音書の記述で重要なのは、その一節が、誰が話しているのかを知らないと、今聞いている言葉を信じることができない。 言葉を言葉として受け取ることができないという認識への批判として対応させられていることにある。誰が話したか分からなければ言葉が受け取れない、その意味が信用できないというのであれば、言葉を言葉として受け取ったとき、つまりそれが言葉であると理解できたときに、すでにその言葉を誰が話したかは分かっているはずである。 つまり言葉に誰かは内在している。がその誰かを認められない。承認できないために受け取ったはずの言葉自体までも言葉ではなかったと否定してしまう。ただの雑音。無意味な音の連なりにまで貶めてしまう。すでに言葉を聞き、受け取っているにもかかわらず、 それを話している目の前の誰かを受け入れられないために、その言葉を受け取ったという事実そのものを否定してしまう。このように、そこに現れている誰かを信じることができず、言葉を言葉として拒絶してしまうのであれば、あなた方は天気や地面を調べて、すでにたくさんの知らせを受け取っていたとしても、 それが何であるか。つまり、この時、今がいかなる時、時期、カイロスなのか、理解できるはずはないだろう。こんな風にも解釈できる。本当に何かを知ることは、因果の順番、仕事と術後、目的と手段のヒエラルヒ、 時間の遅れなしに、術後には他の主語が、手段には他の目的がすでに内在しているのだ。様々な現象に、同時に他の原因、他の主体が、すでにあるのを受け入れることである。それがこの時、時期、カイロスを認めることであり。 それがこの時を知るということである。そこにあるのは、一方向に流れる時の流れではなく、多方向に広がり、絡み合う時の現在の厚みであり、そこに時間が展開する契機がある。先と後、小さいものと大きいものの順序もそこで逆転する。こうして、 ようやく小さいもの、特殊なものから学ぶこともできるようになるだろう。それは容易にできることではない。たとえやっとそれを把握できたとしても、もうその時は去っている。けれどその認識は、過去と現在の時間を逆転させ、未来を先取りするように、 今この時としてよみがえらせてもくれるのである。苦く、辛い、介護を伴いつつも。再び新しい朝として、誰かに、時期正しく、おはようと挨拶できるのは、この時しかない。夏は残酷である。 かつて夏は多産的だったが、今では夏は全てのチャンスを壊してしまう。夏は会話を破壊する。互いに相入れないバラバラの集合に戻してしまう。かつて植物同士、動物同士が交わしていたはずの会話も切断され、憎しみ合いの争いだけが浮上する。 2019年の夏かつてないひどい夏がそこでも挨拶は失われなかった誰をも拒絶せず挨拶することのできる力は言葉を拒絶しようとする力よりも偉大だった。